オッタバがお送りします。今週3日間生放送を担当した本田誠二さんです。どうも、オッタバの週前半のオッタバフレスカプレゼンターの本田です。はい、クラシック業界のネズッチというネズッチです。整いまくってる本田さんです。はい、ちなみにどっちかというとダジャレ男爵かもしれない。ダジャレ男爵。はい、今週は5月31日、6月1日、6月2日と3日間、お送りしましたが、はい、まあなんか面白かったことありますか、3日間で。まあ梅雨に入っちゃうからってね、水曜日がいつもグルメな日なんですけど、オープンエアで食べたいものって言ったら結構次から次へと出てきて、またリスナーの皆さんも随分といろいろ、たこ焼きもあればおにぎりもあれば、でも今なかなかほら外行って食べられませんでしょ。いやもう日比谷公園大変なことになってたみたいですね、先週末。まあね、確かに、もうだから逆に言うと外で食べる方が怖いって言ってみんな帰っちゃった人いっぱいいるみたいですけど、まあでも外で、痛かった、ちょっとボードが倒れた、はい、手で持ってやってますけど、はい、とにかく外で食べたいもので、何が多かったですか、ちなみに。いやもういろいろありました。だからそういった意味では例えば別に外で食べるわけじゃないけど、一人バーベキューをやって、あ、ね、LINE で中継しましたみたいなとか ね、それもいいですし、はい、いろんなアイデアがあります。でもちろんね、私は焼肉とか定番のように言ったんですけども、それ以外にそのレシピを教えてくださった方もいらっしゃったりして、で考えたらほら食欲増進で音楽っていうので、今度外に行く時におったまを耳で聞きながら、これ食べたら美味しいだろうなっていう、ちょっとそんな選曲もしてみたりしましたね。本田さんがそれこそ10年以上住んでたパリ、はいはい、僕そんな数えるほどしか行ったことないですけど、一回セーヌ川のほとりを歩いてたらですね、はい、すごく天気のいい土曜日の午後で、その時、ご家族がですね、すごいおしゃれな雰囲気の人たちが、はい、そこで、セーヌ川のほとりのコンクリートのと歩くとこあるじゃないですか、はい、そこにマント引いて、それでクロワッサンを持ってきてて、こうやってカットして、そこにハムとかチーズとかレタスとかをこう挟んでみんなで食べて、ポットからすっごく美味しそうなコーヒーを出して、やっぱパリっておしゃれだなと思ったのすごくあったんですけど、そんな人は一握りですか、もしかして。いやいや、もうほとんど国民全員と言ってもいいです。もうとにかくオープンエアが好きで、好きですね。私なんかどうしてもやっぱりちょっとお行儀がっていう感覚があるので、放送でも喋ったんですけど、屋内でっていう方を 6,4 ぐらいでチョイスするんですけども、パリの人は絶対外なら外っていう、そんなに寒いのに、そんなに雨降ったのに、そんなに目の前が排気ガスなのに、君たちがテラスで食べるかっていうぐらい外が好きなんですね。やっぱりフランス人、ガリア人かなっていう感じですね。でもやっぱり美味しいんですよね。パンだってなんか外で食べた方が美味しくて、いや美味しいと思います。ね、バゲットサンドだとこんな長くて、はい、でこんなもん食べられるかって気がついて、外で食べたらあっという間に食べられちゃう、食べちゃってね。そんな感じでございます。そうですね。なんとなくほら中で食べてると、そそくさと食べちゃうじゃないですか。特に日本人は。はい、でも外だと。はい、こうおしゃべりしながらとか、ちょっと子供遊ばせながらとか、ね、確かに途中でやめて一回お散歩行ったっていうわけだし、いやそうです。だから私なんか地方のフェスティバルとか、ね、音楽祭とか行きますと2時間ぐらいみんな延々と外でこうオープンテラスで広げてやってて、ね、まあ、確かにね、今密じゃないし換気もいいしいいなと思ってるんですけど、そうですね、まあ多分もう一歩のとこまで来てますからね、はい、あと多分 1,2、はい、ヶ月、まあ夏が終わる頃にはそういうまた生活が戻ってくるかもしれないですけど、いかがでしょうかね、はい、ぜひ野外で、そうですね、美味しいクロワッサンピクニックとか、ね、もうヨーロッパはもう次々とそうやってテラスの営業再開と、厳しかったロックダウンのところも、でイギリスももうね、亡くなった方ももうゼロになったとかっていうニュースが届いてますから、もう一歩です、日本もね、はい、早くなればいいと思います。そうです、基本的に5分しかやらないっていうポリシーで今日もやってるんで、もう時間がないんですけど、はい、ぜひ3日間出したネズッチのネタの中から秀逸なやつとしては、今週出たダジャレの中で一番自信作は、全然全部自信作じゃないので奈良茶さんからいただいたやつで、たこ焼きをやっぱりオープンエアでっていう時に私が選曲したのがショスタコビッチだったという。なるほど、タイチトロットだったんですね。これはいいなと思って、あれたこ焼き食べながら聴きたい曲だと思います。ネズッチですっていうちょっとわかんない。どっちかというとゲッツかなっていう感じだと思います。はい、そうですね、はい、はい、ありがとうございました。ということで、今週の放送3日間を終えた本田誠二さんとお話しました。ありがとうございました。ありがとうございました。2007年開局、日本でただ一つのクラシック音楽専門インターネットラジオオッターバがお送りしている YouTube チャンネルにお越しいただきありがとうございます。チャンネル登録の方どうぞよろしくお願いします。そしてそのオッターバなんですが、24時間
厳選されたクラシックと癒しの自然音をお届けしているラジオです。こちらパソコンやスマホでお聞きいただけますので、ぜひお越しください。アドレスはottava.jp です。待ってます。